2回目の定期テストがやってくる前にぜひ見てください。改めましてどうも、ハイチーです。6月になりました。今月もよろしくお願いいたします。で、今月はですね、2期生の方はまだ前期の中間なので最初のテストかと思うんですけど、3期生の方はおそらく1学期の期末テスト、つまり2回目の定期テストがやってきますよね。ここマジで足元すくわれるからね。1回目の中間テストでうまくいった方、結果が出た方はもちろんね、よく頑張ったなんだよ、よく頑張ったなんだけど、当然ですね、どの学年も勉強は難しくなっていきます。いくんだよ、難しくなるんだぞ。だから同じようなテンションで定期テストの勉強をやっていくと、足りなくて、あれって前回と同じようにやったのに得点が取れないっていうことが起こるんです。特に気をつけなきゃいけない学年ナンバーワンは中学1年生です。中2、中3、高1、高2、高3のみんなも気をつけなきゃいけないんだけども、中1のね、最初の中間テストはですね、正直難易度が簡単です。例えば数学は政府の簡単な計算だったりとか、英語もさ、アルファベットが結構入ったりするんだよね。そこに簡単な単語だけだったりすることが多かった。でも英語は B 動詞が入ってきて、一般動詞が入ってきて、 Do の使い方が入ってきて、わーみたいな難易度がどんどん上がっていくわけよ。だから平均点も当然下がっていくので、下がっていくからさ、周りもできてるけどいいじゃんって思う方もいるかもしんないけど、いやそれはなしにしようぜな。だって周りが下がってる時に自分が維持できたら相対的にめっちゃ上に行けるんだよ。だからそのチャンスだから、ぜひ油断せずに定期テストの勉強をやっていきましょう。じゃあ実際にテスト勉強する時のポイントはどこなのかっていうと、早くから始めちゃえばいいの。おそらくテスト範囲が配られるのは多くの学校で2週間前だと思います。だから最初もさ、テスト範囲配られてからよし勉強するぞなんて方も多いと思うの。だから逆を言うとさ、2週間前にならないとテスト勉強できないんだよねって言われたことあるんだけど、はい、待て、できるから、できるんだよ、できる。だって前回の中間テストのお尻ぐらいがスタートだもん。続くもん、そっから。前回教科書が例えば30ページまでだったら、大体が31ページからなのよ。もしくは前回をちょっと入って28ページとか26ページスタートになる。でも30ページから後ろの31ページは基本的に入るから。でもお尻が分かんない、どこまでかは。だから先に2週間前テスト範囲が配られる前の状態から確実にテスト範囲に入るとこが分かってんじゃん。31ページ32ページ33ページってそこを先にやっちゃえばいい。これは全部の科目でそうだよ。そうやってテスト範囲が配られる前からアクション、行動を起こせば、実際さ、テスト範囲配られてからやることが少なくて済むんだよね。いろんなことにテスト勉強時間を当てることができるようになります。でもさ、部活やってる子だったら部活停止期間じゃないよね。部活があんのにそんな勉強できねえよって思うじゃんか。だから別に毎日ね、部活やってるみんなに3時間やってください、なんてそこまで思ってない。30分でいいよ。もっと15分だっていいさ。だって15分さ、ちゃんと次のテストのためにやっとこうと思ってやったら、15分かける7、はい、1週間で105分でしょ。1時間以上勉強できてんだよ、テスト勉強。そうやって積み重ねていったら確実に楽ができるし、勉強は反復だから、反復するから先にやっておけば、反復するタイミングがいっぱい取れるわけでしょ。だってさ、短時間で反復しても覚えちゃってる気がしてさ、反復うまくできなかったりするんだから、早くから手を出しておけば、例えば数学のワークでも間違った問題チェックしておいて、間違った問題だけテスト2週間前に集中してやればレベルアップもできるわけなので、今のうちから確実にテスト範囲が入るところを先に優先的に勉強しておいてください。そうするとかなり楽ができるからね。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。ここまで見てくださってる方の中で、こんなさ疑問思ったことある方いませんか？それが、私に合った勉強法が教えてほしいとか、効率的な暗記法が教えてほしいみたいな、ない？俺はあるで、もしね、それを思ったことがある方の中で、例えばそれがね、まあさ、実際パッては教えらんないよ。みんなが見つけるものだからね。特に自分に合う勉強法なんて自分で見つけなきゃって話なんだけど、それをより見つけることができるチャンス、確率が上がる方法をね、ちょっと一個伝授します。それは、ある質問の仕方を変えるだけでいいんです。
っていうのもね、例えばさ、じゃあ周りで結果が出てる友達とか、まあ、信頼できる先生とか家族でもいいんだけど、まあ、その質問をしたいとするじゃん。ねえねえって、私に合った勉強法どうなんだと思うみたいな。それをね、そう聞くんじゃなくって、今こういうふうにやってるんだけど、この勉強法ってどう思うって聞くんです。つまりそのね、広い回答の中から答え見つけてよって聞くんじゃなくて、私は今これをやってるんだけどって、これを選んだんだけど、これどう思うって意見を聞くことです。これはですね、こう聞くことによって相手がまず答えやすくなります。だってそれに対する意見を言ってくれるから。で、自分も実際に行動をしているので、意見をもらった時にこの方法をアレンジしやすくなるんです。何度も言うけど、勉強法は自分が今やってることをアレンジし続けた結果、だんだん効率が自分に合ったフィットしたものに上がっていく、消化していくので、それで見つけられる。だから例えば自分が今回勉強法で話をしたんだけど、何か知りたいと思った時、例えばやり方だね、特にやり方を知りたいと思った時に、もう広い回答から見つけてって教えてって聞くよりも、実際に自分が選んだこのやり方、この方法でどう思うって、そういった具体的な質問ができるようになると、より自分のレベルが上げやすくなりますので、ぜひそこを意識しながら過ごしてもらえたらと思います。これは運動部に入っている子のその練習メニューとか練習のやり方にしてもそう。例えば吹奏楽部で楽器をやっている方の、例えば演奏の仕方とかもそう。どうやったら上手くなりますか、どうやったらこの曲上手になりますか、ではなくて、一回聞いてもらって、今こういうことを意識して吹いてるんですけど、どう思いますかみたいな。そういった具体的な聞き方をする。そうすると具体的なアドバイスが返ってくるから、ぜひそこを意識して過ごしてみてください。はい、ということで改めてになりますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。では、今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあ、またね。バイバイ。